あっと驚くハプニング、思いがけないアクシデント、そして語り継がれる力と技の数々。卓球をめぐって戦う男たちのフィールドは引きこもごもの決定的瞬間に満ちている。これぞプロフェッショナル、伝説の名場面、プレイボール。まずはこんなプレー。鍛え抜かれたプロの選手にもこんな瞬間が待っている。ミスター赤ヘル山本浩二、篠塚流し打ち、レフト長崎、ツーアウト二塁、マウンド星野、バッター山本浩二、打ち上げました。ショートのゆっくりと下がります。あっと頭に当たって、これがレフト方向にボールが転々としている。大島懸命に追いかけます。ようやく今追いついた。さあ山本浩二は三塁を回っている。バックホームタッチはアウト。しかしジャイアンツ1点を返しました。81年真夏の夜の出来事、ジャイアンツはこの日まで159試合連続得点のセリーグ記録を続けていた。このジャイアンツを相手に完封を狙っていたのが燃える男、星野仙一である。6回までピシャリと抑える好投でシャットアウトが見えてきた、その矢先のプレーだった。山本はアウトになったがセカンドランナーが生還、ジャイアンツの記録を止めることはできなかった。星野悔しがる。これが伝説のプレー、世紀のヘディング誕生の瞬間である。劇的なのはヘディングだけではない。サード秋山、ヤクルト、レオン、マウンド上は加藤をはじめ平田の当たり、セカンドへ。さあセカンドの篠塚、ああ篠塚、これは蹴ってしまった。高木田がホームイン、そしてポンセもホームイン。ピッチャー山内、ここは田辺きっちりと送りバント。おっと、87年のセリーグを沸かせたヤクルトのホーナー、彼が量産したホームランにはこんな場合も含まれている。さて鈴木隆さん、レフトにいい当たり、これはライナーで行くか、どうだ、岸川、あ、ホームランになってしまった。ピッチャー西本、セカンド白井が弾いた打球はショート田中へ。これぞ怪我の巧妙。荒木に当たった。吉村の打球は荒木の足に当たりました。そして進むがこれを抑えてアウトです。ノーバウンドでそのまま補給しました。89年4月9日、
日本ハム大栄戦は3対3のまま延長に入り、時計の針はすでに11時を回っていた。ファイターズ10回裏の攻撃、ランナーを2人置いてバッターは早川。止めたバットに当たったボールがフェア。思い切りの悪いバッティングがサヨナラ勝利を呼び込む幸運なヒットになった。日本ハム開幕戦に続いて2夜連続のサヨナラ劇、これは20年ぶりの珍しい記録だった。サード掛布、ファースト清原、阪急日本ハム、回は9回の裏、1対1同点です。阪急が大きなチャンス、ツーアウト、フルベース、さあサヨナラなるかという場面です。マウンド上は日本ハムの角、エース、バッターボックスは熊野。さあこの両者の対決です。打ち上げた、内野フライ、キャッチャーが指示している。ファーストが出てきて、あ、角が取りに行って取れない。阪急サヨナラ勝ち。プレーに焦りは禁物である。冷静ならば何でもないゴロが焦って追えば魔物のように弾む。9回裏、太陽サヨナラのチャンスを迎えています。マウンド上は新見、ランナーは三塁一塁、バッターボックスは若菜です。ショートゴロ、高橋、おっと、投げられない、サヨナラです。高橋義彦、まさかのファンブル、点を仰ぎます。大石、落合、吉永、そして国防。92年9月13日甲子園球場、阪神ヤクルトの首位決戦、優勝の行方を左右する大一番だった。4対4のまま迎えた10回裏、阪神が粘ってランナー二塁一塁の場面、バッターは和田。打球は一塁へ、あ、広沢トンネル。阪神がサヨナラで4連勝、ヤクルトに1ゲーム差をつけた。この年結局ヤクルトが優勝したものの、ペナント争いを終盤までもつれにもつれさせた痛恨のプレーだった。91年の日本シリーズ、バッター清原、こちらは加藤博和。そして門田、デストラーデが一塁に向かいましたが、これはまだカウント 2-3 です。平沼も後ろを向いて確認しました。ご覧のようにまだカウント 2-3。 打たれた平沼にとってはなんとも複雑な一球だった。1球目ボール、2球目ス
ストライク。3球目ストライク、カウント2ワン。4球目ストライク、見送り三振。中西、次のイニングのピッチングで頭がいっぱい。マウンド上は東尾、バッターは美濃だ。これは打ち上げた。清原が手を挙げている。掴んで、これで2アウト。まだ2アウト。マウンド降りていますが、まだ2アウトです。これを見て水谷、三塁へ。サードはどうか、セーフ。堀井と市川、バッテリー揃っての勘違いだった。ゲーム中の勘違い、こんな変わった例もあった。太陽対広島、ワンアウトランナー二塁一塁の場面。山下のゴロをセカンドがさばくが、ランナー田代は二塁セーフ。山下はアウト。しかしファースト水谷も、太陽の一塁コーチ松岡も、2人ともダブルプレーだと思ったのである。その直後、勘違いに気づいたコーチ。同じ勘違いが一瞬にして明暗を分けた。ランナーの尾形スタート、いいスタートです。滑り込んでタッチはセーフ、セーフ。これは盗塁成功です。盗塁成功。しかし宇野、今のはセーフです。サード正面のゴロ。水上どうした。ここはタッチプレー。全くの勘違いであった。セカンド西村、来るべきランナーが来なかった。元阪神の北村が古巣相手に打った一発。しかしレフトフライ。こちらは岡田。嬉しい勘違い。ピッチャー佐藤誠一のぼんやり。外国人助っ人リーのうっかり。クリーンヒットが泡と消えた瞬間。記録は走塁死だった。広田と香川、清原と福沢。
ホームベースをめぐる攻防、選手は最も熱くなる。落合と岩城。大谷と中尾。デイビスの打球は右中間、ぐんぐんと伸びている。壁数破ります。羽田は二塁を回ってサード、そしてバックホーム。アウト、アウト、タッチ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 、アウトだ。打球はセンターへ、福本前進、これを掴みます。三塁ランナー西岡スタート、いいボールが返ってくる。さらに続くホームベースの攻防、阪急南牟礼。ヤクルト栗山。これが伝説の顔面スライディング。一塁牽制球、おっと大石飛び出しています。一二塁間で挟まれます。逃げる大石、どうか。さあどうか。タッチはセーフ。カープバッテリーは外しました。一塁ランナーの星野が飛び出している。これは挟まれた。星野挟まれた。まだタッチはできない。ここでタッチアウト。1人、2人、3人、4人、5人、6人、合わせて7人。まさに集団プレー。タッチにこだわる各源氏。なぜ一塁に送らない。目の前で動かれると思わず手が出てしまうのは選手の本能か。ジョンソン送りバント成功。小早川バント、バース。ショートライナー、加藤が慌てて戻る。おっと背中に当たった。これは痛そうです。中畑と高橋義彦。矢沢と阿波口。河合と正田。米崎バント失敗、思わずヘディング。守備妨害でアウト。大野、思わず手が出る。ベンチにいても選手は気を抜けない。落合のバット。門田のバット。新井のファウル。
西村。村岡。藤井。小川ナイスキャッチ。ファースト杉浦。相手のベンチへ。キャッチャー中尾。味方のベンチへ。隅打ち上げた。サード八木が追う。キャッチャー吉田。ファウルフライはサード八木がすでに取っていた。しかし吉田ナイスファイト。53年の歴史に幕を閉じる阪急ブレーブスのラストゲーム、ロッテ高澤と阪急松永が首位打者争いに決着をつける日でもあった。その差わずか1厘。ロッテは徹底して敬遠策を取った。松永が最後の打席で見せた抗議の三振。首位打者は高澤に決まった。バッターは落合。さあ対応バッテリーは、ここは敬遠です。この敬遠のボールが暴投になって平野生還。82年太陽と阪神の開幕戦、阪神のエース小林茂は8回まで無失点の好投を続けていた。しかし9回裏、対応打線が粘る。田代ライト前ヒット。高木豊が帰ってくる。これで2対1、1点差。続くラム、どうか。取れないセカンド。ついに太陽同点に追いつきました。なおも2アウト3塁1塁、太陽一打サヨナラのチャンスです。小林と若菜のバッテリーは高木義和との勝負を避けた。バッターボックスは高木義和。しかしキャッチャーすでに立ち上がっています。ここは敬遠策、満塁策を取ります。ボール2、なんと大暴投。まさかまさかの小林大暴投。サヨナラ、太陽サヨナラ勝ち。棚からぼた餅みたいなもんでしてね、野球っていうのは分かりませんね。さあジャイアンツ9回の裏、1対1同点です。バッターは桑田。いい当たり、センター前ヒット。桑田が出塁しました。河合はこのフルバントは成功です。桑田はセカンドに。さあサヨナラのチャンス。バッタークロマティ、立川立ち上がっている。ここは敬遠です。クロマティこのボールを打った。敬遠のボールを打った。クロマティ敬遠のボールを打ってジャイアンツサヨナラ勝ち。敬遠のドラマ、その極めつきは平和大球場で行われた日本ハム西武戦である。日本ハムが2点をリードした6回裏、2アウト3塁。リリーフの永井は柏原を敬遠して次のバッターソレータとの勝負を選んだ。しかし柏原は狙っていた。3球目敬遠のボールをスタンドまで運ぶ驚異の大根切り。
マウンドの永井を愕然とさせた柏原のスーパースイングだった。選手がプレーに集中するとき、一瞬先に何が起こるかわからない。小川と山村、小早川と主審、落合と三塁塁審、牧原と一塁塁審、水谷の打球フェア。ルールの上では審判はグラウンドの石ころと同じ、打球が当たってもプレーは続けられる。このボールインプレーのルールが大勝負の分かれ目になったことがある。82年の日本シリーズである。西武と中日が2勝2敗のタイで迎えた第5戦、3回表ツーアウト、バッター田尾が石毛の悪送球から二塁へ進んだ。続くバッター平野、中日の不運は塁審に命中したボールがセカンド山崎の方に転がったことだった。山崎がボールを拾った時、ランナー田尾はすでに三塁を回っていた。先制点を不意にし流れをつかみ損ねた中日は結局このゲームを落とし敗れ去ったのである。そして語り継がれる伝説的なジャッジの数々。それでも審判の権威は絶対である。パ・リーグを代表した村田審判の毅然としたジャッジ。セリーグにはこの人がいた。平行審判の断固としたジャッジ。
選手の華々しい活躍もジャッジの裏打ちがあってこそである。常に公正を目指すルールのプロたちに感謝。ピッチャー郭大元、荒木大輔、斉藤隆、ダブルプレー宇野、三村、643、辻、石毛、463、マウンドのピッチャーは投げる精密機械である。そのメカニズムが狂うと長野、バッター金村、ボーク、同じゲームバッター中根、深沢、野村、柳田、もう一度柳田、各源氏、内藤、佐藤義則、松井、江川、
イラブ。もう一度イラブ。パワーで投げる速球派、アキレス腱はやはりウエイトである。村田兆治、さすがのエースも慌てる。北別府、近鉄がサヨナラのチャンスを迎えています。同点9回の裏、マウンド上は斉藤に次ぐ苦しい。ピッチャーゴロ、取った、投げられない、近鉄サヨナラ勝ち。フェンスを恐れないプロの根性、ヤクルト岩下。振り出しの当たり、さあセンターぐんぐん伸びる、島田誠、なおもバック、なおもバック、取れません。そしておっと、激突して倒れています。フェンスに当たって倒れている。ようやく今中継が追いついた。どうか、振り出しはサードを待てホールに戻ってくる。間に合いません。ランニングホームラン、ランニングホームランです。片平の大飛球、センター栗山、打ち上げた高いフライレフトへ、佐野が追っていく。宇野の当たりは佐野、佐野取れない、ホームランで、佐野も向こう側。佐藤健一の一発、レフト木村。近鉄日本ハム戦、田村の打球を鈴木隆久が追う。西武戦、バッター清原の場面でまた鈴木。松本、さあレフトへ、大きな当たりだ、どうか、レフトの側、おっとフェンスが開いて、ジャイアンツのブルペンの中に消えていきました。サード松永、ファースト清原、18歳ルーキーの年、こんな場面。
90年代のパ・リーグを代表するこの男のプレーを見てみよう。彼のこんなプレーは滅多には見られない。レフトフライ。高橋が見失う。取ったのは一郎。なんという守備範囲の広さ。96年のオールスター第2戦9回2アウトの場面でパ・リーグ大木監督の派手な演出が待っていた。セ・リーグ野村監督は松井に代えてピッチャーの高津を打席に送った。ショートゴロに仕留めてオールスター史上初の野手の登板は無事終了。夢の球宴でも主役はイチローだった。こちらは泥臭さでナンバーワン、伝説の生傷男、金森英治。演技賞男、達川光男。アピールした手と逆の手を振る。各源氏バント、達川拾って一塁アウト。達川が落としたのはコンタクトレンズだった。迂闊には歩けない。この間4分47秒の試合中断だった。頭脳派キャッチャー大矢明彦が見せたこんなプレー。そして極めつきはこれ、ピッチャー井原。まさかボールが当たるとは思わなかった井原、ショックで降板。怪我はなかった。文字通り野球は野外のゲーム。それだけに天候が与える影響は大きい。こんな状態でもゲームは行われる。後楽園球場での日本ハム西武戦、ホームベースすら見えない打席に立つ岡治。
サインを確認するマウンドの古澤。さらにオリックス大栄戦でも、停電による試合中断、プロ野球の歴史の中でも極めて珍しいハプニングだった。ただいまより試合を続行いたします。故障のため88年に完成した国内ドーム型球場の先駆け東京ドーム。しかしどんなに技術の粋を凝らしてもハプニングと無縁ではいられない。さあブライアント、高く上がりました。高く上がった。天井のスピーカーにぶつかった。地上43メートルのスピーカーに当たった打球は特別ルールによりホームランと認定された。推定飛距離なんと160メートル以上、ドーム設計地の常識を超えるブライアントの一打だった。片岡見失う。ドームの白い天井は時にボールの行方を隠してしまう。屋根がなくても見失う。センター平野。キャッチャーなしだ。ファーストブーマー。ピッチャー掛畑。キャッチャー上田。これはライン際の微妙なプレー。知り尽くした後楽園の人工芝がいつでもジャイアンツに味方してくれたわけではない。西武球場の人工芝も思い通りには跳ねない。3対3同点スワローズ。三塁に若松がいます。バッターボックスは渡辺。スクイズ、スクイズ。藤田平と坂木原が打球を見送っていた。スクイズ成功、一塁もセーフ。お見合いプレーの数々。若松と青島健太、高橋義彦と衣笠。栗橋と村上。平凡なフライを西武内野陣が遠慮し合う。伊藤、秋山、スティーブ、しかも内野安打。大
太陽の名手2人、山下と高木豊。バッターは田尾、打ち上げました。しかしフラフラッと上がった当たり面白いぞ。駒田も出る、フォアも来ている、井上も来ている。取れません、取れません。バッターボックスは山本和則。ライトへ、ライナーで、これは伸びていって、伸びていってホームラン。山本和則、ようやく今シーズン第1号、田中幸雄から放っています。嬉しい嬉しい、今シーズンの第1号が飛び出しました。山本、23試合目、やっと放った初ホームラン。日本ハムからアピールがあったのはその直後だった。山本の打球は金網の網の目をくぐってスタンドへ入ったというのである。金網を通過して向こうに行ったほど見まして連打とします。記録はエンタイトルツーベース。山本の第1号は幻と消えた。76年4月29日、日本ハム近鉄戦。8回裏、ワンアウト満塁。バッター、雪沢。ルーキー、雪沢、これがプロ入りわずか3打席目。初安打が満塁ホームランになった。しかし雪沢はアウトを宣告された。喜びのあまり一塁ランナーを追い越してしまったのである。記録は3打点がつくシングルヒット。これが幻の満塁ホームラン。雪沢の一発は記録からは消えたが、語り継がれる伝説となった。追い越しちゃったの。よしよし、頑張って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 。やっとの間に出さないかんな。佐藤パンチ。プレーに集中するだけがプロではない。サービス精神豊かな彼らがスタンドの視線に応えるとき、グラウンドは劇場になる。パフォーマンスの元祖はこの人。緩めのヘルメットをわざとかぶり、空振りまでダイナミックに演出してみせた。70年ロッテとの日本シリーズ、小山からホームランを打ったミスタージャイアンツのパフォーマンス。当時はこれですらオーバーアクションと言われた。時代は移り、スター選手のパフォーマンスはさらに華やかになった。西武の秋山浩二、雨による試合中断。大リーグではこんな時グラウンドはショータイムになる。日本で初めて披露したのは広島のデュプリー。抗議が長引くのはファンに申し訳ない。そう考える粋な男たちのパフォーマンス。リリーフ大杉、ピンチヒッター松原コーチ、
試合中断の合間の茶目っ気たっぷりのサービスだった。勝負の最中の名演技、レフト佐野、ジャッジはアウト。福本豊、ショート山脇、白昼の死角、打った、レフトへ、レフト前ヒット、ワンバウンド、おっとその上を越えていった、まだボールは戻ってこない、中畑サードを蹴ってホームをつく、タッチはどうか、タッチアウト、タッチはアウト。しかしこれを見てジャイアンツベンチ一斉に立ち上がりました。王監督も出てきました。キャッチャー若菜の右脇に注目。1個のボールをめぐり複雑にルールが絡み合う野球ではユニークなプレーが生まれる。2回の裏、ライオンズ、雪山渡り、さあこれは飛距離があります、犠牲フライには十分です。石毛がゆっくりとスタート、そして駒崎も三塁に進みました。サード立石の作戦見事に成功。隠し球の一部始終を記録した極めて珍しい映像である。プロならではの究極のファインプレー、山森正文、富樫野健二、
クロマティ。ダメだよ、まだ映ってますよほら、ほら、さあ、これは距離は十分だ。奇跡の逆転ゲームを満載ナンバービデオ大逆転プロ野球好評発売中。プロ野球を彩る外国人プレイヤーたちがここに蘇る。ナンバービデオ助っ人列伝好評発売中。